冬休みだ。あ、小早川さん。小早川さん、これプレゼントです。え、モッチーが小早川さんにプレゼントを？渡したいだけなんで気にしないでください。ありがとう。なぜ余裕？じゃあ遊びに行けたりしますか？うん、いいよ。てわけやったじゃん、なっちゃん。よかったな。それで余裕だったんだ。うん、勇気出してダメ元で行ってよかった。俺なんてなんもねえし、こんなん初めてよ。だから二人でクラスのクリスマスパーティー行くことにしたんだ。筒井さんは？兄貴んとこ行くって。だから小早川さん空いてたんだ。風？いや違うと思うけど。あ、もしかして小早川さんが俺の話してるのかも。ご機嫌だな。あ、まもなく大通り。大通り。お、俺はここでプレゼントを買ってっから。おう、頑張れよ。ファイト。プレゼント買いに行くなんて緊張しちゃうけど、小早川さんのため一人でも頑張んなきゃ。なっちゃん。お、俺も行く。わお、つよぽん。ああ、そうか、1年記念日。そういやクリスマスに彼女できたって言ってたもんね。うん、だからそれっぽいプレゼント買おうと思ったんだけど。何を買えばいいのやら。あ、年末にイベントで東京行くからあんまり予算もないんだよね。俺もな、こういうのプレゼントしたいけど、まだっていうか友達同士でアクセサリーはなしなのかなとか。アンナとお揃いのマグカップ買えてよかった。うん、大事に使うね。ここを寄っていい？うん。何買うの？アンナっぽくないお店。望月くんのお返しと橋場くんのプレゼント。なんでチビザル？24日遊ぶことになったから。はあ、また私の知らないうちに。そんな、昨日誘われたの。はあ、うん、それ私も行きたい。ムー君たちなんて断る、行っても楽しくないもん。でも約束
したんでしょ。だってアンナバイトだと思ったんだもん。去年もそうだったから。じゃあアンナ、あいつへのプレゼントはこれにして。それはクリスマスっぽくないかな。もううんこでいいってば。うんこにしようよ。そういえば男の子ってどんなのがいいんだろう。橋場くんは何が好きだっけ。わからない。つよぽん、あ、お疲れ。橋場くん、うん、と直江くん。マリちゃん、ちょっと行きたいお店あるんだけど。うん、いいよ。無事プレゼントも買えたし、当日が楽しみだな。当日プラン考えてない。当日風邪ひいたら困るし、あったかくしてよ。よし、小早川さん甘いもの好きだし、デザート美味しいお店がいいよね。あ、いっぱいある。小早川さんと二人きりのクリスマス、楽しい一日にして、好きって言えたらいいな。約束15分前。忘れ物ないし、大丈夫。小早川さんはまだかな。ん？お待たせ。小早川さん。早いね。待った？いえ、全然です。やっぱ今日は人多いね。ね。うん。嬉しさに感激しすぎた。どこに行くの？南ビルのとこ。デザートが評判らしいよ。今日限定スイーツとかあるんだって。早く食べたいな。うん、こっちだよ。よかった、喜んでくれそう。みんな、俺今日頑張るからね。イエーイ、片倉くん負け。コーラ一気なんて余裕だもんね。ケイチ、はい、これ。え、何これ、俺に。マッツンが、のぞみがお前に渡せって。ありがとう。お礼をしないとね。君、その際変なものは。ブーちゃんがマッツンの点超えた。あ、嘘だろ今ので。ちょ、電木貸せ、俺本気出すわ。ピンクゴールドのネックレスだ。ありがとう、つよぽんぬ。二人のイニシャルはどうかなって思ったんだけど、店員さんのおすすめで。最高だよ、二人はいつも一緒ってことだもんね。フォッフォッフォッ。ではサンタおじいさん、ケーキを食べましょう。おじいさんか、なんでそういう設定なの。おいしい。ありがとう、こんなにおいしいお店に連れてきてくれて。クリスマスだしね。そっか、クリスマスをこうちゃんと過ごすの初めてで、去年バイトだったし。俺もいつもだらっとして終わるよ。あれ、でも確か、あ、いや、去年は遊ぶ前に別れたっていうか、恥ずかしい思い出を。よく覚えてるね。うん、覚えてるよ。友達がたくさんできて、みんなでいろいろ遊んだりしたのも全部去年橋場くんに会ったからだもん。おかげでとっても素敵な一年だった。橋場くんには微妙な出会い方だったかもしれないけど。いや、もう全然、俺も改めて考えると偶然ですごいなって思うし、楽しかった。これからも仲良くしてね。こちらこそ。小早川さんはいつも嬉しいことを言ってくれるな。感激。告白はどうしよう。あ、そうだ、忘れてた。小早川さん、この後なんだけどね、
ツリー見に行かない？パークのところで屋内のツリー綺麗なんだって。ちょっと遠いけど。どうかした？あ、ううん、なんでも。ツリー？そうそう、歩いても行けるけど、バスも出てるし。小早川さん、どっちが？ん？小早川さん？あの、ちょっと私電話してくるね。あ、うん、ごめんなさい。どうしたんだろう、急に焦って。お帰り、大丈夫？あの、申し訳ないんだけど、ちょっと用事ができたので少しだけ待っててもらっていいかな？え、今？大丈夫？なんだったら帰る？うん、大丈夫、すぐ戻るので。ごめんなさい、行ってきます。え、小早川さん、用事って何？終わりのない恋をしよう、君以外何もいらない。たとえいくつ年を取っても、ずっとそばにいるから。